今、平病山っていうところの登山口にいるんですけど、雨が、もうこんな、まあまあ降ってる感じですいや、ね。だいぶ降ってるんはだい。よね。しかも山を見てみると結構雲があって、ちょっと晴れてるところに逃げようかなと思います。どうします？ちゃんと。見えてきました。坂戸山。どうも大地予報です。今日はですね、新潟県の南魚沼にある坂戸山というところに登ります。今日本当はね、巻機山に登る予定だったんだけど、ちょっと2時間半僕が 遅刻をしまして、ごめんなさい。しょうがない。で、コースタイム的にちょっと 厳しくて、で、平病山に登ろうかなと思って登山口まで行ったんだけど、まあ雨降ってて天気が良くなかったので、南魚沼の方に戻ってきて、で、633メートルですね、標高が。坂戸山に登ります。結構、地元民に愛される山なのかわかんないけど、多分わざわざここまで来て登る人はあんまりいないかもしれないから、ちょっとレアかもしれないね、今回。天気はいいので。それでは、行きましょう。駐車場は車が10台ちょっとぐらい止まってるんだけど、自分たちの以外全部やっぱり地元の長岡ナンバーですね。登山口は神社からスタートですね。さあ、行こうか。今、出没情報。27日。でも4月だよ。全長1メートルの距離。南魚沼市。低山だからさ、ちょっと気温が高いね。暑い。暑い。風がある。今日風 なんだ。モグラでも出てきた。まあなんか公園みたいじゃない。多分こういう感じなんだ。すごい公園。地元のさ、小学生とかがこう遠足で来るようなそうだ感ね。じ。そういう感じですね。わかんないけど。歩き始めて10分。いや、暑い。暑いっす。暑いね。めっちゃ暑いわ。やばいね。なんかずっと石像みたいなさ、こういうのがね、ずっと定期的にある。鳥居も見えてきた。キャプテンも GoPro に。動画撮って何に使うのそれ。いや、わかんない。わかんないけど、思い、ちょっとなんとなく、なんとなく撮ってみようか。いいね。みゆきさん出てきたよ、鳥居。全然面白くない。どうなんだろう。 こういうなんかしきたりとかよくわかんない。難しいもんね。いいの？
雲の巣がすごい。あ、でも景色良さそうだよ、すごい。おお、いいじゃん。うわ、すごいいいじゃん。綺麗。南魚沼市が一望できるのかな。わかんないけど。すごいね。いい場所だ。いいね。素晴らしい。たまにはいいじゃないですか。本当だね。ね、ゆっくり登山するのも。普段時間を気にしないで、ね。確かにいつも結構ね、コースタイム長めが多い、ね。うん、多いし。たまにはこういうね短い登山も貴重だよね。こうやって遅刻をしないといや、それはないないや、正直巻畑山登りたかったけどね。2時間半だからな。2時間半。終電を逃してしまったんですよ、現実に。申し訳ない。でもこうやって優しい辻、怒らない思ったことない。そうだね、はい、本当に。でもそれ感謝、感激。カジオ親父、雨嵐、ありがとうございます。あっす。急に坂が急、あ、急に坂が急急に坂が急になってきた。なんか間違えたのかと思った今。急に坂が急ですか。急に坂が急だね。あと風強いね。なんかここまで来ないけど木がたくさんあるから今。実はもう終わりかな。いや、まだ歩いて20分ぐらいよ。あと40分か。そうだね。早いな。階段だ。結構上がるね。結構急車ね。急登、急登。でも景色が良いよね、本当に。暑いね。秋ぐらいとかすごい綺麗そうじゃない。秋は最高でしょうね。来たこれ、はい、すごい急だわ。4合目。あ、本当だ。あと6あるってことか。意外と思ったよりあるね。逆にちょっと舐めすぎてたね。833m って普通にね考えたらあれだよ。スカイツリーとあんま変わんないよね。834、 1m しか変わんない。難しい。確かに。それ考えたら結構上がるっちゃ、ね、高いのかな。きついね、それ考えたら。スカイツリーのさ、上からだって見たらすごいさ、景色いいもんね、うん、高ってなるもんね、はい、登ったことないけどさ。俺もないけど。ないかい。一回もないかい。俺もない。うわ、すごい。ここにいそうだけど、姿は見えない。あ、いた。泣いてる泣いてる。すごい、羽を広げて、羽が振動してるよ。世界虫、虫着発見だね。クソつまんない。しゃ、
暑い、やばいね、うん、標高がそんな高くないから本当もうわかるかなこれ、テカテカしてんの、暑い、暑いね。4合目からさ、次の5合目とか6合目がないね。ないね、見落としてるかもしれない。確かに暑い、マジでそれしか言ってない。風がない、急に止んだね、風、急に風がなくなって、ひたすらさっきから変わらぬ階段だね。結構しかも急なんだよね、うん、8合目、あそこの木にも書いてある。あ、本当だ、来ました、もうすぐだね、ちょうど1時間だ今、あと20分ぐらいかな。そうだね、頑張りましょう、頑張ろう。なんか登山客も少なくて登りやすい、うん、いいね、じゃあ9合目、あと少し、あと少し頑張ろう。そうだね、普段だったらまあまだ1時間ちょっとしか歩いてないからね。確かに、この急が、まあ、確かにずっと階段、急な階段だね、ずっと階段、でもさ、ちゃんとさ整備されてるから道に迷うこともないし、まあ、登りやすい、うん、ただ階段はきつい、ちょっときつい、すごいこれ刻んでるね、2尺なんだ、わかんないけど、わかんない、いや本当にめっちゃ刻むな。かな、もう4がじゃあすぐね、そこにあるのかもしれないね。もうすぐ4尺あるかもしれない。うん、あ、見つけた。確かに9。あ、5尺。5になってるよ、これ。見逃した？戻って探さなきゃ。いや、いいよ。いいよ。帰りでいいよ。上、階段。これ、最後。うわ、でも、やば、景色。上。うぅ。全部、あれかな？めっちゃ田んぼすごいね、本当に。いいね、全部。ここね。じゃないかな。すげえ。田の字がたくさんあるね。うん、本当にただ、ね、楽しくなるね。ただ。こんなところに気づかなかった。6尺。はい。すぐそこ5だったけどね。確かに。うわ、見逃してた。7尺隠れてます。刻みすぎでしょ。そこの階段の下が6でさ、ここが7。7。はい。7尺です。ってことはもうあと3つでしょ、あと3つこの距離が、もうすぐじゃん。うわー、すげえ、景色すごいね、景色すごいわ、ごめんなさい、ほんとちょっと最初ね、すいません、標高600かって思ってたけど景色めっちゃいい、すいません、ほんとに見っけた、8、ハチ。さあ、もうすぐ。もうすぐじゃん。カウンツダウン。あ、9あるよ、ほら。お早い。だんだんなんか楽しくなってくる。この距離が。見つけるのが。一尺何メートル？9。
お、早っ。開けとります。お、なんか、お、見て、うわ、到着。おい、疲れ。はい、ということで来ました、坂戸山頂上武蔵。あれ、633？ あ、あれ武蔵じゃん。スカイツリーと一緒だね、全く、うん、すごい。今年の登山で一番汗かいた。見えるかな、ここの汗のシミ。行動食でこのプロテインバー買うんですけど、開けたらもう暑さでもう大変なことになって、今までこんなことなかったのに。暑いね。うん、溶けた音なかった。おいしい。山頂でだいぶ休憩したんで下山します。はい、もう一個ルートがあるみたいなんで、はい、今度はそっちから。下山はそんな時間かからなそうで、ね、歩きやすかったしね。走ります。走りません。行きましょう。ということで登山口に着きました。さっきは向こうから登り始めたので、はい、はい、ということで坂戸山登ってきました。あのエンディング撮るの忘れてね、もう温泉入った後なんだけど、はい、坂戸山634mしかなかったんだけど、結構良かったよね。良かった。景色良かったしね。ただ暑いね、やっぱ標高が。はい、ナイスキャッチ。低かった。標高がね低かったので、まあ、すごい暑かったけど、秋とかね春はすごいねいいんじゃないかなと思います。結構多分マイナー、かなりマイナーなね山だと思うから、地元の人しか登ってなかったしね。まあでもたまにはこういうね低山もいいかもね。いいと思います。すみません、はい、ということでこんな感じで登山の様子を YouTube に上げてますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたいつかどこかでお会いしましょう。じゃあねー、さよなら。ライオン。なんかパクリっしょ。パクリだよ。